皆さんこんにちは。おごめん。大分の高千穂館です。今回はですね、実は私、地元のラジオ番組に乱入してまいりました。とはいえですね、ラジオ局に乗り込んだわけではなくて、たまたま地元のラジオ番組を聞いていたら、なんと私の話題が出てまして、まあ、そこでちょっと、もう私ちょっと投稿してみたらどうなるかなということで、顔出しというか、投稿でお邪魔をしてみました。さあ、一体どんな放送で、私のね、投稿は採用されたのかどうか、乞うご期待でございます。非常にですね、個人的な話題ではございますが、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今回お邪魔した番組は、大分のですね、OBS、大分放送のラジオ番組、番組名が、松井徳次ニュースウェイブという番組です。毎週月曜日から木曜日、夕方5時45分から6時30分まで放送されています。まあ、番組の前半は全国や大分県内のニュースをご紹介いたします。後半はですね、日替わりコーナーということで、いろんなトレンドですね、例えば街づくりであるとかですね、身近な科学など、そして大分学検定などですね、いろいろその道のプロです、お読みしてですね、いろいろ、まあ、講義を行ったり、リスナーからの質問に答えたりする番組でございます。で、今回私が乱入したですね、番組というのはですね、2021年2月1日月曜日の放送分でございます。まあ、具体的にはですね、この後もご紹介いたしますが、番組始まって33分過ぎからちらっとですね、私の投稿が呼ばれるかもしれません。では一体どのようなこの番組の放送内容だったかですね。まあ、6時10分ぐらいからですね、その日の日替わりコーナーが行われます。この日は大分学検定に挑戦のコーナーです。まあ、毎週1回ですね、実は曜日はそんなに固定ではないんですけれども、まあ、大分学検定のですね、大分に関する問題、過去に出された問題を実際に出題し、そしてリスナーが回答します。そして答え合わせや解説を行うものでございます。このコーナーですね、アナウンサー松井徳次さんと、まあ、徳ちゃんと、はい、と呼ばせてください。そして大分学検定のですね、M さんという、まあ、ですね、実行委員の方が、まあ、毎週登場されます。で、そのコーナーのですね、冒頭で、まあ、この大分学検定の話題で、徳ちゃんがね、こういうふうに言いました。この間、新聞見てたらですよ、昨年の秋の大分学検定の1位取られた方が、紹介されてましたよね、って言って、で、Mさんが、あ、そうなんですよ、文豪の市のね、34歳の男性の方が取られてまして、いつもですね、私たちの活動にもよく来てくださるんですよ、っていう話になりまして、で、その中で、いやー、この115点、ね、120点満点で155点取るって、これ大したもんですよ。一体これ何回ぐらい受験されたんでしょうね、という話が、まあ、出ました。この一体これまで何度受験されたのでしょうか、というところにですね、実は私ピンときました。もともと実はこの番組は、よく聞いていますけども、まあ実は仕事帰りでこう運転中などでなかなか投稿はできずにいました。でまあ今回ですね、まあ正直まあ、手前味噌ながらですけれども、2021年の1月の28日木曜日のまあ大分合同新聞で、私が、まあ、大分学検定1位を取ったということで、人の欄で紹介をされました。でまあそれを踏まえてそのあとのですね、直近の、まあ、このラジオ番組の大分学検定コーナーということで、まあ、正直、もしかしたら私が出るかもしれない。そんな、まあ、みだらな心というか、ですね、それを予想していまして、まあ、今回はですね、投稿ができるようにも、前々からですね、準備をして、もうラジオをしっかり聞けるような体制でいました。そして話題になって、まあ、徳ちゃんが言った、一体これまで何回受験されたのでしょうかというところで、よし、ちょっとこれ回答しようと思い、ですね、私は思い立ちました。ということで、思い立ったが吉日。もう早速ですね、私、この番組のですね、公式 LINE でですね、もう投稿しました。まあ、実は私が、去年の大分学検定で1位になった、文豪大野の親方ですということで、ね、先ほどの会話の中でですね、何回受けたのかということに対して、7回受けましたということでですね、まあ、といろいろ新聞の紹介もありがとうございますなど、まあ、いろいろですね、その後、番組のトークの中で出てきたことについて、まあ、回答したり、実際にクイズにですね、検定問題に挑戦して回答もいたしました。ね、
まあ、初めて、まあ、この番組投稿したので、さあ、一体ね、徳ちゃんか、イムさんね、読まれたんでしょうか？そして、どんな反応だったんでしょうか？そして、投稿したら、なんと、私の投稿が読まれました。ですね、時間にで言うとですね、18時18分40秒、ラジコでですね、聞かれる方は、開始から33分40秒後にですね、私の投稿が、まあ、読まれるわけです。こう、徳ちゃんがですね、こう見ながら、あれ、今ですね、実はですね、さっき話題になった新聞出てた、1位の方がですね、投稿されてますよって話題になって、大分学研でね、M さんが、ああ、親方、ありがとうございますとか言ってですね、喜んでくださいまして、こうかなり、ちょっとお祭り状態といいますか、かなり荒れましたね。で、さっきですね、私どもがですね、何回受けたんでしょうかって話したら、7回受けましたという回答もね、きちんと来て、新聞の紹介もありがとうございますって来てますよ、と。で、その得点について115点取ってすごいと言いましたけども、いや、これは偶然ですってね、言ってますよって言ったら M さんが、いや、もう本当、この方ね、本当、謙虚なんですよ、とかやね、おっしゃっていただいて本当にありがたいです。で、この日のですね、問題、竹巻焼きという、まあ、ヤバ系地域のですね、郷土料理についての、まあ、丸々クイズ、まあ、実際にですね、徳ちゃんが、もう、さすが1位の方ですね、これはもう、間違えてません、しっかり正解です、というふうにおっしゃっていただいて、まあ、私も安心しました。ちょっと若干自信がなかった問題なんですけれども、竹巻焼き、まあ頭の中で写真を付きでですね、暗記カードで覚えてましたので、まあなんとかそれが生きたかなと思っております。そしてですね、本当、徳ちゃんも M さんも、本当にね、毎ね、聞いてくれてありがとうございます、とか言って、来年もぜひ受けてくださいよ、ということでですね、激励をいただきました。こちらこそ読んでいただいてありがとうございます。まあ本当にですね、私の話題が出たということがありがたかった。だですし、まあ私もですね、先週から、大分合同新聞様、そして青年団で文豪のカルタということで、文豪のケーブルテレビでも、実は私インタビューを受けてまして、今回は OBS ラジオ様に乱入をいたしました。大変失礼いたしましたが、激励をいただきまして、本当にありがとうございます。まあ松井徳次アナですね、この後紹介いたしますけれども、私がまあ、中学校時代本当ラジオにハマった時期がございまして、そのハマったきっかけとなった番組のですね、MC を務められてまして、まあ私の中では本当に憧れのアナウンサーの、まあ一人でございます。まあ、大分といえばこう、TOS の小笠原アナか、もしくはですね、この OBS の松井徳次アナ。厳密にはまあアナウンサーというかこう、報道部長とか別の立場だと思うんですけれども、まあ徳ちゃんにこうやって、投稿を読んでいただいたことは本当にありがたいです。ね、知ら真剣、ありがとう。まあ、ということでですね、もう突然お邪魔して大変失礼いたしました。そしてですね、改めまして、私の投稿を読んでいただきまして、そしてこの新聞の話題やですね、1位の話題を、取り上げていただきまして、本当にありがとうございました。まあ、実はですね、この、まあ一つですね、このニュースウェブに投稿したですね、理由のもう一つがですね、実はちょうど先週土曜日ぐらいですね、夕方なしかという番組をまた、まあラジコで聞いてたんですけれども、ちょっと久々に投稿してみたいなと思いまして、実はこの夕方なしか、土曜日のですね、16時40分から17時、本当夕方のいい黄昏時の時間にですね、まあ流れている大分では、もう長寿番組、25年以上続いている番組なんですけれども、こちらの番組にですね、投稿する予定でございました。で、その夕方なしかの、まあ、MC の一人が、この松井徳次アナ、徳ちゃんなんですね。本当にこの夕方なしかという番組、まあ、小学校の高学年ぐらいから聞き始めてですね、本当に面白い番組でして、で、ラジオにハマったり、まあ、私自身も一時期、このアナウンサーとか、こうラジオのパーソナリティやってみたいなという、まあ、夢を持った時期がございます。まあ、その徳ちゃんにですね、まあその前段ということではないですけれども、ニュースウェブで投稿して、この後、夕方の何か実際に投稿いたしました。久々ですね、社会人になって3回目ぐらいですかね、今回はなしか親方という名前で、投稿いたしました。昔高校時代とか投稿してた頃は、なしか一番星という、名前でございました。今度ですね、まあ2月6日土曜日の放送がございますけども、その時にこのなしか親方の
ですね、なしかが呼ばれたらいいなと思います。なお今まで過去投稿しましたが、私が聞いた限り一度も呼ばれたことがございません。まあ、今回ちょっと大分学検定1位ということで、徳ちゃんにはですね、余分なですね、過剰に PR しておりますので、まあ読まれていただければ、読んでいただければ大変嬉しいなと思っております。ということでですね、今回は地元の大分のラジオ番組に、まあ、私がちらっと降臨してみたという、話題でございました。まあですね、今後もこういうラジオ、まあ結構私も最近、去年もですね、ラジオ投稿して OBS ラジオさんからですね、カボスのハイボールですね、商品でいただいたこともございますので、本当にお世話になっております。ね、これからも、まあ、この、まあ YouTube のチャンネルも少しずつ私のトークとか、こう、ラジオ風な、テイストのですね、動画も今後作っていきたいなというのは実は思っておりますので、皆様これからも、お付き合いいただければ幸いです。大分の話題も、そしてですね、私、親方のパーソナルの部分も、まあ、こう、紹介できる範囲で紹介して、こう、何か共感できるものとか、参考になるものがあれば幸いでございます。それでは、今回もですね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、チャンネル登録者数が早くですね、まず一つ大台の1000名に行きたいというのは本音でございますが、地道に頑張ります。よろしくお願いいたします。それでは、また。